打撃王は1942年にアメリカ合衆国で制作された野球映画。監督はサムウッド。メジャーリーグベースボール球団ニューヨークヤンキースに所属した一類種ルーゲイリックの衣装を描いた電気映画である。第15回アカデミー賞には11部門にノミネートされ、このうちアカデミー編集賞を受賞した。ゲイリー・クーパーが謙虚で誠実なルーゲイリック役。 テレサ・ライトが、両妻兼母のエレノア夫人役、ウォルター・ブレナンがゲイリークの素質を高く評価する、スポーツ記者役、ダンディ・リエが、ゲイリークを酷評するスポーツ記者役を演じた。また、ヤンキースで一緒にプレイしたゲイリークのかつてのチームメイトの4人とスポーツ解説者のビル・スターンも出演しており、本人が自分自身の役を演じている。当時のアメリカ合衆国の一般大衆から愛された。 国民的英雄であり、映画が公開されるわずか1年前に37歳の若さで死亡したヤンキースの誇りルー・ゲイリックの生涯が劇的に描かれている。スジン粛清即作効果症は映画の公開後にルー・ゲイリック病として一般大衆により広く知られるようになった。映画で最も有名なシーンはゲイリックが1939年に ヤンキー・スタジアムで行ったお別れのスピーチの再現である。その中の Today, トゥデー、アイコン・シガー・マイ・セルフ・ザ・ラッキー・ストマン、オン・ザ・フェイス・オブ・ザ・アースという有名なセリフは2005年にアメリカン・フィルム・インスティチュートが AFI アメリカ映画100年シリーズの一環として選出したアメリカ映画の名セリフベスト100でも38位にランク入りした。 幅広い層の映画ファンの支持を獲得することを狙いとして、コメディア、ドラマだけでなく、ミュージカルナンバーの要素も取り入れられた。その中でも、女性の観客の獲得に主眼が置かれたために、プロ野球選手を題材にした映画ながら試合中の描写は少なく、ゲイリッグと彼の母親のつながり、さらには、彼の生涯の伴侶となるエレノア・トゥイッチェルとのロマンスが強調された。 結果的には映画評論家と一般大衆の両方におおむね好評を博し、サミュエル・ゴールドウィンがそれまでに手がけた映画作品の中でも最高の収益を記録することになった。エレノア夫人を演じるデレサライトはゲイリックが夫人に実際にプレゼントしたブレスレットを映画の中で身につけた。ゲイリック不採用者のお気に入りであったアービング・バーリン作曲の愛の歌。 オールウェイズも繰り返し流れ、映画の重要な構成要素となっている。夫人は、サミュエル・ゴールドウィンに3万ドルで映画化の権利を売却したが、ゲイリックの独特の癖をよく研究しているとして、ゲイリー・クーパーの演技力の高さを絶賛している。ゲイリー・クーパーとベイブ・ルースのツーショットルー・ゲイリグは、懸命に勉学に励んで息子にエンジニアになってほしいと願う古風な考えの母。 クリスティーナを持つアメリカ合衆国のコロンビア大学に通う学生である。若者は優れた野球の才能の持ち主でもあった。スポーツ記者のサム・ブレイクはゲイリックの才能を見出し、メジャーリーグベースボール球団ニューヨークヤンキースに紹介しようとする。直前にゲイリックは所属する大学の友愛会のメンバーからダンスパーティーで知り合った女性。 マイラティンズリーと交わした会話のやり取りについて冷やかされ感情を爆発させていた。冷静さを失っていた彼はブレイクに担がれているだけと勘違いして一度は断るがブレイクの言葉に偽りはなかった。病気になった母の入院費を支払うためにヤンキースと契約してしまう。父ヘンリーの助力を得て人生の進路を変更したことを母に隠そうと必死に努力する。 ゲイリックはヤンキース参加、マイナーリーグ球団ハートフォードで活躍を重ね、ついにヤンキースに昇格した。母は、息子が、プロ野球選手になったことを知って、最初は口も聞かなくなるほど不機嫌になったが、すぐに心変わりして、熱心な野球ファンになっている。デビューした1923年6月15日の、コミスキーパークでの大使カゴホワイトソックス戦。 体調不良のウォーリーピップの代役を任された試合ではゲイリーグは打席に向かう途中にグラウンドに置かれていたバットにつまずいて倒れてしまう。その様子を観客席から見ていたシカゴ在住の大富豪の娘エレノアトゥイッチェルは笑いながら彼をからかい他の観客のヤジを誘った。その夜にレストランにいたゲイリーグは店内に入ってきて そばの床で滑って転倒するエレノアの姿を目撃し、司会しとばかりに彼女をからかう。エレノアはおあいこねと返し、二人は会話に花を咲かせる。次第に親密な関係となり、数ヶ月後にゲイリッグは愛を告白した。憧れの存在であったベイブルースに最初は存在に扱われたが、優秀な成績を残し続けることで、チームに溶け込んでいく。 列車での移動中に、ルースが大切にしている新品の帽子を噛み切って、破るというチームメイトのいたずらの企みにも、しぶしぶながら参加している。同乗してその様子を見ていた、スポーツ記者のハンク・ハンネマンは、起きて歯を磨き、球場に行き、ボールを打ち、ホテルへ帰り、コミックを読んで、寝るだけ、の退屈な人生を送るゲイリックではヒーローに、なれないとこきおろすが、これに対してブレイクは、 グラウンドの中のプレーのみで多くの人々を魅了する、真のヒーローになれると反論する。ヤンキースの中心選手として活躍するゲイリグは、セントルイスカージナルスとの1928年のワールドシリーズの試合当日、ベイブ・ルースが病院で闘病中の少年ビリーに、本塁打を放つ約束をする現場に居合わせる。ルースが退席した後、少年にサインを求められたゲイリグは彼に努力すれば、 不可能なことはないと伝える。少年は、ゲイリックに試合で2本の本塁打を放つことを求め、ゲイリックも少年に自分の足で歩いて、家まで帰れるようになるまで頑張ることを約束させた。そして、ルースとゲイリック両者ともに少年との約束を果たし、二人の猛打によって勢いづいたチームは、ワールドシリーズを制覇した。その祝勝会の最中に、 エレノアからの祝電を受け取ったゲイリグは、シカゴに直行して彼女と婚約し、ニューヨークに戻って、家族の歓迎を受ける。エレノアとクリスティーナはまるで意見が合わなかったが、ゲイリグがエレノアを立てることでこの危機を乗り切り、二人は結婚生活を開始した。ゲイリグは、連続試合出場記録を更新して、アイアンホースと呼ばれ、アスリートの枠を超えて、絶大に支持される。 アメリカの国民的英雄となった。しかし、彼は2000試合連続出場を果たした頃から、体の異変に気づき始める。体が思うように動かない中で練習を続けたが、結果を出せないために一部のファンや、あるチームメイトからの非難も受けることになった。ゲイリックの復活を願うファンも少なくなく、ゲイリックを侮辱した、あるヤンキースの選手を殴り倒したビルディッキーのように、 彼をかばい続けるチームメイトもいた。1939年5月2日、限界を悟ったゲイリグは、チームのために交代を申し出て、2130試合で連続試合出場記録に自ら終止符を打った。体調はその後も回復せず、三振ですと、医師から宣告されたゲイリグは、審判の判定は決して覆せないと絶望して、現役引退を決意し、死も覚悟した。 ゲイリックはエレノアには診断結果を伝えずに、彼女の前では気丈に振る舞ったものの、夫が難病だと悟ったエレノアは問い詰められて、隠しきれないブレークの胸で泣き崩れた。1939年7月4日の引退式当日、エレノアはゲイリックが蝶ネクタイを結べないほど病状が進んでいるのをドアから覗いて涙ぐみつつも冗談を言って笑わせながら登場して、 蝶ネクタイをさりげなく結んだが、言葉を交わしているうちに我慢しきれず、泣き出してしまった。ヤンキースタジアムの入り口に向かうゲイリックに成長した、ビリーが声をかけた。ビリーは、ゲイリックの活躍に勇気づけられて病気が回復した、ことを伝え、ゲイリックとの約束を守って、完全に歩けるようになった姿も見せた。エレノアは音を通用口で見送った後に静かに泣き、続いて、 ファンの前に姿を見せたゲイリグが、今日、私は自分をこの世で最も幸せな男だと思っていますで、知られる有名なお別れのスピーチを行った。役名と、その右に役を演じた、俳優、カッコ内は日本語吹き替え声優を記載する。ルー・ゲイリッグは1941年6月2日に死亡した。映画が公開されたのは、 死の翌年の1942年7月14日である。ニューヨークのアスター劇場を皮切りに、一晩の間に、付近の40の映画館で上映された。サミュエル・ゴールドウィンの要望により、ウォルト・ディズニー・アニメーション・スタジオズが制作したディズニーの短編映画、How to Play Baseball に先行して公開された。日本では、 1972年1月1日と1973年2月25日に NHK にて日本語版で放送された。その後は BS や CS にて放送されることがある。日本の日比谷映画劇場版パンフレットより映画の映像編集を担当したダニエル・マンデルはアカデミー編集賞を受賞した。これ以外にも映画は第15回アカデミー賞の10部門にノミネートされた。 AFI アメリカ映画100年シリーズのアメリカ映画スポーツ部門トップ10では、レイジングブルとロッキーに次いで3位に輝いた。ビリー少年のためにワールドシリーズで本塁打を放つ話、連続試合出場の終演が、場内アナウンスを介して発表される場面、改変されたお別れのスピーチの内容のように、脚色されている部分もあるが、映画はルー・ゲイリックの生涯について比較的忠実に、 再現している。ゲイリックと彼の両親の強いつながりを物語る数々のエピソードは実話に基づいている。また、映画と同様にゲイリックは改装を施した二人の新居のアパートで1933年に労働者たちの祝福を受けて結婚式を挙げた後、試合に出場するために速やかにその場から立ち去り、ポリスカーに護衛されてヤンキースタジアムに直行している。 映画では、芸力が滑らかな放物線を描いて、コロンビア大学の運動部の建物内に窓ガラスを割って飛び込む本類だをかっ飛ばしているが、実際にはその建物は野球場から遠く離れており、キャンパスの北端に位置している。有名な話として語り継がれているが、これはおそらく作り話ではないかと言われている。映画の重要な場面の一つとして、石が、 事務的に病気の経過に関する暗い見通しから悲劇的な診断をゲイリックに通知している。実際には名誉クリニックの医師はエレノアの希望に応じてゲイリックに病状や経過に関する見通しについて期待を持たせるように楽観的に通知している。今のまま暮らせる可能性は半々で10年から15年もすれば松葉杖の生活かもしれないというものだった。 特に難病の患者に対して悪い知らせを意図的に隠蔽しようとするのは当時としては比較的一般的な方法であった。ヤンキースタジアムを描写していると見られる場面は実際には多くの野球映画の撮影場所として有名なロサンゼルスに位置するリグレイフィールドで撮影されたものであった。映画の序盤で ゲイリック少年が放った打球がお店のガラスを割ってしまうシーンがあるが、よく見てみると相手投手はボールを投げておらず、少年はバットを振るだけで打球が画面左下から突然ものすごい勢いで放たれるという仕掛けがされていることがわかる。ゲイリー・クーパーは本作品の出演が決まるまでバットを触ったことがなければゲイリックのような左利きではなくて右利きだった。 小さい頃から乗馬をたしなみ、狩猟、フライフィッシング、スキーを生涯を通じての趣味とし、大学時代には美術を専攻して、スポーツとは、およそ無縁の生活を送った。クーパーは映画の撮影に入る前に、当時頭角を表してきていたテッド・ウィリアムズに連絡を入れて、彼から左打者としての感覚を教えてもらい、バッティング技術顧問のレフティオドールの下で、 選手並みの猛特訓を受けた。ところが、そのオドールにもボールを投げるのもおばあさんが熱いビスケットを投げるようなクーパーにバッティングを教えるのは無理なことだと分かった。複数の情報源は彼が説得力のある左打者のスイングを習得できなかったためダニエル・マンデルのアイディアで左右逆のユニフォームを着用して右で打ち三塁へ走ったと伝えている。 審判員の服、他の選手のユニフォーム、球場の看板文字も含めてすべて逆さにして撮影したという。そうして撮影したフィルムを裏返して焼き付ければ、右打者を左打者に見せることができる。アメリカ野球伝道博物館学芸員のトム・シーバーはこの定説に関して詳しく調べた結果、クーパーは実際に左利きのスイングで練習しており、 左右逆のヤンキースのユニフォームを着用しておらず、三塁へも走っていないとの見解を示している。ただし、左投げからの送球に関しては困難であったために、ベイブ・ハーマンがクーパーの代役を務めた。1939年7月4日に、ヤンキースタジアムでゲイリーグが行ったお別れのスピーチの肉声を最初から最後まで全て記録している。映画は残存していない。 残存しているニュース映画の映像は彼の最初と最後の一部の発言を取り入れているものだけしかない。映画のスピーチの内容は実際のスピーチの内容とは異なっているが本質的な部分は変更されなかった。実際のお別れのスピーチは野球界のゲティスバーグ演説とまで言われ高い評価を得ている。野球に無知であり当初は野球映画の制作に消極的だった。 サミュエル・ゴールドウィンもこのお別れのスピーチのニュース映画を見て感激して涙を流し映画化の提案を承諾した。本作品の内容を本案した2本のラジオドラマが放送されている。まず、1943年10月4日にラックスラジオシアターでクーパーが芸力の役を再演する形でバージニア・ブルースと共演した。クーパーは その6年後の1949年9月30日にスクリーンディレクターズプレイハウスでルリーン・タトルと共演した。1949年制作の日本映画晩春で原節子演じる女性がある女性からお見合いを勧められ、その相手の男性は野球映画のアメリカ人に似ていると言われ、彼女がゲイリー・クーパーだと答えるシーンがある。 1993年製作の映画、巡り会いたらでは、メグライアン演じる女性が、婚約者の男性を家族に紹介するシーンがある。婚約者はこの時に、女性の家族の前で、今日、私は、自分をこの世で最も幸せな男だと思っています。という名言を吐き、婚約者の言葉を聞いた女性と家族が、わぁ、ヤンキースの誇りのゲイリックのセリフだと喜んで、言い合うのだが、 向井薪夫はこのやりとりを辞長の中で取り上げて映画のセリフのために名言を残したわけではないと突っ込みを入れている。比較的最近では2014年制作の映画ミリオンダラーアームでジョン・ハム演じる主人公がソファーで恋人の女性と一緒に本作品のラストシーンを見て涙するシーンがある。書籍雑誌ありがとうございます。